こんにちは、アンゴロです。10枚目のビットコインが当たるアンゴロ6時開催中です。毎日引けるのでぜひ遊んでください。引けば引くほどいい数字。動画の最後にくじの引き方を説明します。今回の話題はこれです。ドーン。リップルが4月に3倍、爆上げは続くの？に解答します。ニュースドーン。XRP 急騰で200円に。2018年以来の高値。今回の急騰で底値から10倍以上の価格となり話題になっている。背景にあるのは XRP 訴訟においてリップル側が要求していた証拠開示請求が認められるなど、法廷バトルでリップルが特定していることがある。チャートドーン復活。これは XRP の飛躍者です。2020年11月にスパークトークの期待上げで 0.780 ドルまで上がりました。スパークトークンとはですね、XRP にスマートコントラクトを追加するプロジェクトが発行するトークンです。スナップショット時点で XRP を保有していたら、XRP1 枚につきスパークトークン1枚が無料でもらえます。そしてスナップショット後の12月に SEC がリップル社を訴えたことで 0.173 ドルまで暴落しました。その後、地固め領域をうろうろした後、1月末から上昇し始め、2月1日のコミュニティパンプで 0.755 ドルまでありました。2月後半から4月にかけては伸びない展開が続き、4月5日の初め値は 0.635 ドル。そこから上昇の勢いが加速し、スパークトークンのコミュニティパンプの高値を一気に超えました。直近高値を上抜けして値動きが軽くなり、長い陽線をつけて4月14日の高値は 1.966 ドル。心が噛んで、3倍めー。次っと。これは、円建て XRP の週足跡です。仮想通貨バブルで付けた高値は、2018年1月4日の401円。バブル崩壊後の長い低迷期を経過した後、3年3ヶ月ぶりに200円を突破しました。バブルの時に200円を超えていたのは18日間だけなので、バブルからガチをしていた人もプラテンした人が結構いそうです。最近は暗号資産全体が上昇基調のため、その波に乗って XRP の上昇したと考えられますが、4月は特に XRP の上昇が目立っています。チャートドーン。これは4月1日0時の価格を 0% として、現在までに何%変化したのかを表したものです。時価総額ランキング上位のコインを表示しています。XRP は最大 239% アップ。3.3 倍。現在は 2.9 倍。16日に同時コインが爆上げして4月のトップを奪われましたが、それまでは4月に2倍以上になったのは XRP だけです。3位はビチェーンで 1.9 倍、4位はバイナンスコインで 1.7 倍。ビットコインは 4% アップです。以上を参考に今後も XRP の爆上げが続くのか予想すると、それは、とりあえず戻った。これからは全体の相場と訴訟の展開次第と予想します。理由を説明します。4月に XRP が爆上げした原因は、ニュースによるとリップルと SEC の裁判でリップルの要請の一つが認められ、逆に SEC の要請の一つが却下されたことでリップル優勢ムードになったためと考えられています。ちなみにリップルの要請はSEC がビットコインとイーサリアムは証券ではないと結論付けた内部資料を見せろです。SEC の要請はリップル社の幹部の個人的な財務記録を見せろです。さらに、SEC の委員長にゲイリー・ゲンスラー氏が承認されたこともポジティブ要因になっています。ゲンスラー氏は暗号資産に前向きな人で、大学でブロックチェーンを教えたこともあるそうです。そのため、SEC がビットコイン ETF を承認したり、リップルの提訴を取り下げることが期待されています。このように、裁判の結果はまだ出ていませんが、リップル訴訟が解決に向かいそうなムードが価格にプラスの影響を与えたと考えられています。ずっと。これはビットコインとイーサリアム以外の時価総額ランキング上位の変化です。2020年12月までは XRP と USDT が3位争いをしていました。訴訟の暴落で XRP が4位に落ちた後、約2ヶ月で XRP の時価総額は暴落前の水準まで回復したものの、他のアルトコインが大きく上昇してポルカドットに抜かれ、カルダのエーダに抜かれ、バイナンスに抜かれて、XRP は7位まで転落。しかし、4月5日から2日間の爆上げで3個のコインをごぼう抜きにして4位に返り咲きました。現在の時価総額は 7.7 兆円。
つまり XRP の時価総額の順位は訴訟前に戻ったということです。チャートダウン、これは2020年10月20日の価格を 0% として何パーセント低下したのかを表したものです。2020年後半のビットコインの爆上げが始まる直前からの変化率です。トップはドージコインで121倍、次はビットトレント22倍、シータ21倍、バイナンスコイン17倍、ビットコインは 5.2 倍、 XRP は 6.3 倍、 XRP は20個中11でちょうど真ん中あたりの順位です。次っと、これはコロナショックの底の2020年3月13日の価格を 0% とした場合の変化率です。1位はシータの210倍、2位はドージコインの178倍、その後は70倍から10倍が続き、ビットコインは 10.6 倍、 XRP は 9.6 倍、20個中14位でどちらかというと下の方です。10倍でも下の方。キーワード、テンバーガー。このように4月の XRP はめっちゃ上昇しましたが、2020年3月のコロナショックの底や10月の爆上げ前からだと他の主要コインと比べて高くはないです。 XRP とビットコインの倍率をもう一度見ると、コロナショックの底からビットコインは 10.6 倍、 XRP は 9.6 倍、2020年10月からはビットコインは 5.2 倍、 XRP は 6.3 倍。このように XRP はビットコインの上昇率と同じくらいまでコロナの底から上がりました。チャートダウン、これはビットコイン建ての XRP の価格チャートです。ビットコイン建てのチャートを見ることで、ビットコインと XRP の力関係を把握できます。薄い紫色のラインは仮想通貨バブルの爆上げの起点となった価格帯のため、最強のサポートラインとしてこのラインを割る可能性は低いと考えられていました。2019年から下落基調が続き、2020年3月のコロナショックの底の価格は2847サトシ、11月に1556サトシまで下がりました。残り29サトシで最強サポートを割る寸前になったところから、スパークトークの北上げで反発。その後 ACC に訴えられて、ついに最強サポートを割り、安値は619サトシ。そして4月の爆上げで最強サポートを下から上に突き破り、4月14日に高値3057サトシをつけました。現在価格は2800サトシ。つまり、XRP とビットコインはちょうどコロナ直前の力関係に戻ったということです。以上をもてに、リップルが4月に3倍に爆上げした原因を考えると、2020年から訴訟問題の危機感で XRP の価格は低迷していたけど、最近はリップルに対するネガティブな話題も減って、徐々に危機感が薄れてきているような空気になっている。そして暗号資産全体が上昇基調で気分がいいのか、裁判のリップル社優勢やゲンスラー社が SEC の委員長のニュースで、訴訟は取り下げ、または和解の方向に向かう楽観ムードになった。訴訟クリア!さらに4月は新年度の始まりで投資銘柄の価格が上がりやすく、新しい資金が市場に流れ込んでくる時期でもあるので、他のコインと比べて回復が弱い XRP は寝頃感があるように見える。訴訟がなかったら上昇していただろう XRP の価格は、ビットコイン建ての XRP のチャートのコロナの底の価格を元にすると2847サトシ、2847サトシの現在価格を日本円にすると191円、これが XRP の価格を4月に70円から3倍に押し上げた原因と考えます。つまり、訴訟の落下ムードで上昇が他のコインに追いついた。クジラの動きを確認します。ずっと!これは保有枚数別のアドレス数の変化です。2020年1月10日の保有枚数を 0% として、現在までに何パーセント変化したのかを表します。薄い赤色の部分は今年2021年を表します。一番増加しているのはオレンジ色の線の10枚から100枚です。現在レートで日本円にすると1800円から1万8000円。2020年10月から増加の勢いが加速して、2020年1月から 1.5 倍以上に増えました。青い線の1から10枚は全然増えてないのが面白いね。クジラは茶色い線です。クジラとはですね、相場を動かすほどの資金を持っている投資家のことです。暗号資産ではコインを大量に保有しているアドレスのことを言います。茶色クジラの保有枚数は1000万枚以上。日本円にして18億円以上。順調に増えて2021年12月25日に356頭になりましたが、訴訟ニュースの後の1ヶ月で291頭まで減りました。18% 減少。
保有枚数が多いアドレスは一緒に減少しましたが、小額アドレスはほとんど影響を受けずに、オレンジ色の10枚から100枚は爆増しました。次っと、これは茶色クジラの減少が底をついた2021年1月30日のアドレス数を 0% とした場合の変化率です。下半分の薄い灰色の部分はマイナスの領域です。茶色クジラが底をつけた後に他のアドレス数も底をつき、全体的に安定した増加がついています。オレンジ色の10枚から100枚の増加率は依然大きいですが、紫色の100枚から1000枚も勢いが増して 13% までありました。100枚から1000枚は1万8000円から18万円。以上のように、小額アドレス数の増加の勢いが増して、クジラも含め全体的に増加しているので、フォルダーの増加と分散が進んでいる様子がわかります。以上がクジラの動きです。リップの訴訟問題はまだ解決していないので、今後も XRP の単独爆買いが続いて、コロナ底からの上昇率が地下総額上位の行為よりも高くなることは難しいですが、今年に入って相場の動きと逆行することが多かった XRP が小コインの上昇率に追いついたということは、今後は相場全体の波に乗り始めることが期待できます。ちなみに、私は長期分の XRP は全て他の主要ワルトに変えているので、XRP の4月の3倍には乗っていませんが、今後も裁判の勢いを見守りながら投資チャンスを探っていきます。以上、リップの爆買いが続くのかの回答でした。暗号6時、暗号6時は、抽選番号とビットコインの割値が一致した人に10枚目のビットコインをプレゼントするイベントです。遊び方を説明します。くじのページを開くとキーワードを入力する箇所があるので、アンゴロが動画の途中でつぶやいたキーワードをひらがなで入力し、くじを引くボタンを押してください。するとスロットが回って抽選番号が決まります。ボタンの下に抽選券が付与されれば正常に登録できてます。そしてビットフライの日足の終値が抽選番号と一致したら当選で10枚分のビットコインゲットです。くじは引けば引くほど現在価格に近い抽選番号が出やすくなります。爆撃広場で暗号者のクイズに正解すれば毎日くじが引けます。ぜひ遊んでください。説明欄にリンクを貼っておきます。この動画面白かったらグッドボタンをお願いします。とめおたらさん、暗号者を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。